世界革命論とは世界規模での革命論。マルクス主義の概念ではすべての国で労働社会級による共産主義革命と資本主義の廃止が歴史的必然であるとした。1917年のロシア革命ではウラジーミルレーニンは世界革命の一環と位置づけたが結果的に他のヨーロッパ諸国では革命が発生しなかったため共産主義者の間で目指すべき。 共産主義革命の世界的規模が改めて議論となった。レフトロツキーは世界革命及び永続革命を主張し、ヨシフ・スターリンの一国社会主義論と対立した。1864年の第一インターナショナル創設以後、世界の共産主義者たちは革命を世界全体規模で、少なくともヨーロッパ全体規模で行うことを考えていたが、1917年に、 当時更新資本主義国であったロシアにおいて革命が成功したため革命の規模に関して再考が必要になった。そして主に二つの主張に集約された。このような内部対立をはらんではいたが、ボリシェビキ政権は全体として世界革命に期待を寄せていた。1919年に結成されたコミンテルンではその自信の現れか、1920年には 世界的規模の大国際ソビエト共和国が誕生するだろうという宣言まで出した。だが1921年ドイツ革命が失敗したことで世界革命への展望はもろくも崩れ去った。そして1920年代にはソビエト連邦共産党の方針はスターリンの唱える一国社会主義論にとって変わられてトロツキーも追放されてしまった。しかし、 世界革命なくして人類解放を話し得ないという論理としての世界革命は否定されたが労働者解放の推進という一種の理想として世界革命思想はスターリン政権下でも維持された。1929年時点においてもコミンテルン及び青年コミンテルンの究極目的は世界共産主義であるとされていた。その理想論も第二次世界大戦における 連合国の協調の必要から急速にトーンダウンし、フルシチョフによる平和共存の提唱によって公式に放棄された。その後は、ソビエト連邦による西側資本主義諸国との平和共存路線を批判する先進国の左翼共産主義や新左翼の先進国革命論や、毛沢東の毛沢東思想、植民地解放闘争のイーゲバラの革命論などが、 世界革命論の系譜を継承した。世界革命日本大百科全書青年、コミンテルンの領を P46 青年、コミンテルンの究極目的世界主義1930年。ありがとうございます。